こんにちは、ダイスです。今回は納車、はい、納車バイクを買ってしまいました、はい、とりあえず、うん、2人乗りで見に行きましょうか、うん、はい、まあ、基本的に今回のは僕がメインで使うような感じになるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、一応2人のそう、2人のです、はい、行きましょうか、はいはい、お店に着きました。 SBS 青山さんです。私がジクサーを買ったところと同じお店ですね、うん、はい、で今日は納車っていうことで着きました、はいはい、これから行こうと思います。バックミラーは分かると思うんですけども、はい、ぶつけたりすると緩む仕組みになっているので、はい、万が一ぶつけてしまってバックミラー緩むことがありましたら、はい、めくってもらって、めくる、はい、ではい、こちらが逆ネジになってますんで、はい、反対方向に締めていただければまた締まりますんで、はい、万が一ぶつけてしまったりとかで緩んだら締めるように、はい、してください。はい、わかりました。で今度は、はい、今までジクサー乗ってたんで、うん、特に問題はなかったんですけども、今度ホンダ車になったってことで、はい、ちょっと、ポジション、インカの本の位置がちょっと変わってきます。それで今までジクサーはここがウインカーでここが本なんですけども、ホンダ車が逆なんで、ウインカーのつもりが本を鳴らす方が結構今までなんで、メーカーに乗られてて、ホンダ車に乗り換えるとふっと鳴らしてしまう方がいるので、ちょっとここの辺だけ気をつけて、帰るときは気をつけてください。はい、わかりました。じゃあ早速エンジンかけてみますね。本にするとこのメーターが作動しますので、メーター作動、あ、すごい、はい、かわいい丸ですね。作動が完了しましたら、はい、まあ、キックでもボタンでもかけられますけど、まずボタンでかけてみますね、はい、ボタンを押すとパンパンパンかかります、はい、でライトはもう LED になってます。はい、はいはい、今下向きです。裏向き下向きというふうに切り替えていきます。はい、で次はじゃあウィンカーいきますね、はい、左ウィンカー、はい、つきますよね。前も後ろ、後ろ、つきますよね。はい、前、つきますよね。はい、つきます。反対側もつきますよね。はい、はい、じゃあ次クラクション鳴らしますね。はい、クラクション、おお、はい、この辺くん、この辺くん、はい、はい、次は前ブレーキランプつきます。はい、はい、ついてます。はい、後ろもつきます。やってもらってます。はい、ライセンスとはテールと一緒についてます、はい、で問題ないかと思います。はい、次じゃあメーターですね。メーカーガソリンメーターになってます。今満タン入ってますので、はい、これを目安に給油してください、ね、はい、で真ん中がスピードメーターです。はい、で一番下が走行距離エドメーターになります。はい、0キロです。はい、であとは ABS フロントホイールのみの ABS ついてますんで、はい、今 ABS ランプついてますけども、走り始めると、うん、ABS ランプが消えます。はい、消えた段階で、まあ、前ブレーキを急ブレーキかけていただければ ABS 作動します。はい、走って消えない場合は ABS の作動不良ということ、どこかがエラーを起こしてて ABS 作動しませんので、はい、その時は持ってきてください。わかりました。通常は走り始めれば消えます。消えます、はい、はい、後ろは ABS ついてませんので、はい、前だけになります。はい、あとはセレクトボタンを押していただくとトリップに切り替わります。はい、トリップ、はい、どっちもレベルのクレットで、はい、消し方は上がリセットボタンになってますので、はい、長押ししていただければ消せます。はい、ですね、こののみになります。はい、次はまあ今ニュートンなんでミドルランプついてますけども、1234というシフトの表示は出ません。出ない、はい、ニュートンのみです。 N だけ、 N だけ、あとは感覚で覚えてください、はい、ジクサーにはそういう表示ありますけども、ね、まさかはちょっとありませんので、あれから選びました、はい、で気をつけます。あとは、はい、4速まであるんですけども、はい、4速からもう一回踏めばニュートラルに入る仕組みなんですけども、はい、タイヤが動いてる状態の時に、はい、踏んでも、うん、ニュートラルに入らない仕組みになっています。あ、はい、なのでニュートラルに入れたい場合は、まあ、信号待ちかなんか一回止まっていただいてから踏むことによってニュートラルに入ります。はい、なので走行中に4速から踏んでも入りませんので、はい、そこはまあ安心感、はい、入っちゃうとまた1回踏めばまた1速に戻って、はいはい、大きなエンジンブレーキがかかってしまって危ないんですよ、はい、なので4から走行中は入りませんので、入らなかったら
今4速なんだなという確認ができるところです。はい、はい、速地は入りません。はい、で今度逆にこっち側を踏むと、例えばこっちが前方向なんで、ニュートラルが1、2、3、4という方向で、こっちは逆にシフトダウンですか、例えば4速から3速、2速、1速で、はいはい、というふうに前後でシーソーになっています。はい、なので例えば2速から1速にした場合はここを踏めば2速になりますし、マイナス、プラス、はい、わかりました。チェンジで、まあ、こういうのだとこういうので、まあ、一緒なんですけど、はい、それがまあシーソーになっていくことで、こっち来ることによって上げることができるし、はい、下げることができるっていう、わかりました、はい。まあ、今までバイク乗ってるみたいにこうやってこうやっても全然いいです。あ、それでも大丈夫ですか？それも問題ないです。あ、わかりました。ここにあるので踏んでもいいし、うんうんうん、上げてもいいし、はい、どちらでもやってください。かしこまりました。クラッチがありませんのでね。そうですよね、はい、演出はしませんけど、一速にした後で、ね、うん、信号から、はい、はい、そのまま煽ってアクセル開けていただいて大丈夫です。へぇー、動かないか、動かないです。大丈夫大丈夫です。坂道大丈夫？いや、全然大丈夫です。大丈夫です。あ、でも坂道はどうでしょうかね。ちょっとブレーキ、足ブレーキ踏んでた方がいいです。足ブレーキ踏んだから、クラッチがないの で、 狭いで、ね、アクセルだけで調整なんで、ある意味ここがちょっとね、そこっ 楽かもしれないです。セミオートマなんで、はあ、本当にこれだけでいいので、演奏しませんので、はいはい、こういう操作がいらない分アクセルだけなんで大丈夫です。絶対やるよな。絶対これやりますよね。あの、やると思います。乗ってる方やります。でも、まあ、幻のやつをやりそうですね。わ、はい、かりました。そこだけ気をつけて、あとは、はい、あと、まあ、ジクさんもそうなんですけども、うん、サイドスタンド出しながら、はい、ギア入れるとエンジン止まります。あ、はいはい、同じ、ね、同じになってる、はい、はい、で、ジクさんと違うのが、うん、クラッチがありませんので、はい、通常ギア入ってる状態で、うん、エンジンかけるときってクラッチ握りながらスタートボタンを押さないと、うん、かかるんじゃないですか、はい、かかります。クラッチありませんのでギア急ぐままでは線もある。おー、はい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 、そのままアクセル開けるように進んでいきます。はいはい、今までのジクさんはクラッチに行ってからこうやって、あ、そうやらないとでした。これはもう、あの、入ってようがセーフでやるかなく、そのままアクセル開けるように進みます。わかりました。はい、ただキックする際は絶対ニュートラルでキックしてください。はい、ギアがかかんでるのでキックするときに、はい、キックをすると前にガコンとバイクが出ようとします。はいはい、キックの際は絶対ニュートラルでお願いします。はい、で今この状態なんで、うん、まあ、今1速ですけども、はい、2メートル、今4速です、2、3、4です。ここから入らない。あ、はい、今やってもらってます。入らない。はい、お、後ろが行くってことですね。後ろは行きます。はい、後ろは行きます。はい、わかりました。はい、タイヤが動いてると入らない仕組みになってますので、はい、そこだけは気をつけてください。はい、で、あとはこのオプションで今回作らせてもらった USB がここに、またメクラボタン、メクラボタンのキャップがついてるのを外して、はい、2口かな、ついてますんで、そう、入れてもらいます。はい、これも使えます。はい、よいしょ。あとは、はい、まあ、ジクサーとかでもそうなんですけども、走行中に転んでしまったりすると、うん、転倒センサーってものがついてまして、はいはい、エンジンが止まりますので、はい、止まりましたら一度バイクを起こしていただいてから一回鍵を切ってください。で、あとは、なんだっけな、オンにして、うんうん、このマーク、まあ、多分今共通のマークなんですけども、うんうん、これが出た場合は、はい、つきっぱなしと点滅とあります、はい、まだつきっぱなしはまだ故障には間違いないんですけども、うん、走行上特に問題がないところが異常が出てるよということでエンジンがかかるんですね、うん、はい、なのでそうなった時は乗ってきてください、はい、次にこれが点滅の場合はちょっと大きなところが異常が出てるよということで、はい、エンジンをかけさせなくしてしまいます、コンピューターが、はいはい、そうなった時はキックやってもボタンでかけても何やってもエンジンがかかりませんので、はい、お電話ください。わかりました。取りに伺います、はい、という2パターン出ますので覚えておいてください、はい、かしこまりました。はい、次は、うん、ハンドルロックのやり方なんですけども、ハンドルロック目いっぱい左に切って、うん、押しながら回しから、ちょっとハンドルが気持ち起こすとスコッパーがマリッチがありますので、はいはい、これでハンドルロック。あ、分かりました。で、逆も、うん、OK ですね、はい、次は給油口の場所ですね。給油口の場所、ここが鍵穴ありますので、おお、こんなところに。ここで回すとシートが開きます。はい、はい、で開いた、今出ます。はい、
まあ、これぐらい入ってます。あ、ありがとうございます。はい、で、あのガソリン給油しすぎも、うん、あのエラー出る原因になってしまいますので、はい、なるべくこの真ん中のバーよりも、うん、あの超えての給油はお控えください。はい、わかりやすい位置にバーが入ってます。はい、そうですね。はい。あとこの車載工具なんですけども、はい、この車載工具は、ね、ここにあのツールボックスが入ってまして、はい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 、ツールボックスを開けるための工具になります、はいはい、この中に入っているのが、うん、あのヘルメットのワイヤー、要はヘルメットのホルダーをここにぶら下げてシート締めることによってぶら下がるという、あ、はいはい、ワイヤーが中に入ってますね。それだけですので、はいはい、ちょっと使いづらいかと思いますけども、使うときはここの工具を使って、ここで開けて、これ開けて、中にこうワイヤーみたいなのが入ってるので、これにつけて、はい、こう来るんですね。そういう形になりますね。ありがとうございます。はい、ちょっとややこしかったら、はい、車外でもいろんなヘルメットホルダーが出てますので、はい、それに付け替えていただければ、鍵はちょっと増えるかと思いますけど、その鍵を使ってガチャンとできますので、はいはい、今ハンターカブいっぱいねカスタムできる部品が出てますので、はい、そういう風にカスタムしてもいいのかなと思います。はい、でしょうかね。あとは、うん、最初の初回点検は、はい、1ヶ月納車から1ヶ月経ったら、はい、多分うちの方から案内来るかと思うんですけども、はい、また初回点検やらさせてもらいますのでご来店ください。はい、あとは初回のオイル交換は1000キロ走ったらオイル交換になります。はい、1000キロ、はい、1ヶ月1000キロ、はい、はい、で1000キロ走ったら、はい、このバイクオイルエレメントも新しいエンジンになってからつき始めましたんで、はいはい、1000キロ走ったらオイルとあのオイルエレメントの交換が必要になりますんで、はい、それも覚えておいてください。はい、あとタイヤの空気圧も前後乗っても乗らなくても減りますので、はい、空気圧も定期的に見てください。空気圧はこのスイングアームのチェーンケースかな、ここに一応お店見づらいですけども、はい、フロントとリア前175/225という数値を、はい、メーカーの指定の空気圧ありますんで、これ目安に入れてください。はい、ここにあります。はい、わかりました。はい、でしょうかね。それは3年ステップ後ろの人ではですね、一応シートも、うん、車外でありますので、シートつければ一応2人も乗りもできます。はい、わかりました。ね、あとは特別大きな設備はいらないのかな。あ、キックでもエンジンかけてみましょうかね。キックどうやってやるんですか。オンしながらオンになってます。はい、そしたらキックを出して思いっきしおお、これでエッジかかったら必ず閉まってください、ね、はい、足でつけてね、怪我する。はい、そういうふうに一応バッテリーが上がってもかけられます。はい、という利点もあります。はい、ありがとうございます。はい、説明は以上になります。はい、これなんすか。これはブレーキです。あ、これはこっちがブレーキなんだ、はい、色があれなんですね。足ブレーキでキック、はい、はい、わかりました。 OK でしょうかね。はい、はい、そしてお、はい、はい、はい、わーい、これ嬉しいです、ね、うん、ありがとうございます。はい、はい、納車してきました。はい、納車してきました。やったー。やったね。来ましたよ。はい。ちょっと乗ったでしょ、ダイスさんの。少し乗りました、少しだけ。どうだった？どうだった、慣れてないからだと思うんですけど、うん、スタート切る時っていうの、うん、が怖いなって思いました。多分ニーグリップとかもそうだし、この形とか。うん、もそうなんだけど、うん、慣れてない。足つきが、うん、ジクサーとかアーブ25に比べると、こんななの私。そんな良くなくて。そう、ジクサーはね、多分これぐらいついてるんですよね。うん。そう。それが、そう、片方だとこうやってやれるんだけど、うん。なんかね、ちゃんと起こすとね。そう、ちゃんと起こしちゃうと。結構ギリギリ。うん。第3が160ぐらいか。そう、160ないぐらいだから、そうこれぐらい。あるかないかみたいな、 そんな感じなんですけど、ちゃんとほらだいぶだよ。これで、うん、これがいいんだけど、うまくはいかないよね。まあ、片方でやるんだったら、うん、そう、ちゃんと起こしちゃうとあれ結構斜めにしないとになっちゃう。
で、雨降ってたからね。そうなんですよね。暗くなっちゃったのと雨降っちゃったのがあったので、ちょっと乗ってるような映像が撮れなかったけど、はい、また今後ねやっていけたらと思うけど。はい、コウさん、どうでした？僕結構乗ってみて、うん、まあ帰る時に乗ってちょっと遊んできたでしょ、うん、したら雨降っちゃったんだけど、どうだった？あの、ニーグリップがないのは、うん、ここね、怖いと思った。ね、こう大事なんだな。慣れもあると思う、うん。慣れがあると思うんだけど、うん、うん、ちょっと怖い。怖いね。でも125っていうのを考えれば、うん、めっちゃ楽しそうなバイク。まだ楽しさとかが分かんないけどね。まだちょっとだからね。全然乗ってないから、うん、あれなんですけど、楽しそうなバイクだなって思った。そうですよね。うん、で、一個感動したのが、うん、今乗ってるんであれなんですけど。うん、降りる時も、もうこうやって降りれるとかね、これすごいなって思いました。で、乗る時もね、うん、あの、こうやって切るんだよね。ちょっと頑張んなきゃいけないけど、ちょっと頑張んなきゃいけない。でも、後ろでこう、そう、いつもは、まあでもこれも低いからさ、ここで、ここで済むじゃん。そう、だからそんな上げなくていいっていうのは、めっちゃ楽。うん、私、ジクサーあの、こうですから。そう、ちょっと頑張って、そこ上げないとダメなんだけど。そう、ダメだから。これに関してはそんな上げなくてもいいから、ちょっとね、感動しました。街乗りでいい感じでね、ここがこうやっていけるんだね、うん、その感覚がもうちょっとないからさすごいなって思いました。なんかうちがさ、250cc っていうのを、うん、乗ってたわけでしょ。そう、乗ってる。で、これ増車なんだけど、うん、高速とかあんま乗らないじゃん。乗らないですね。っていうのを考えたら、うん、別に125でもいいのかもしれない。ね、それを思いました。っていうので試しに買ってみたって感じ。ね。っていうのと、うん、あの SBS 青山にちょっとメンテナンスしてもらいにね、冬前だから。はい。行ったらこれが現車で売ってって置いてあって。置いてあったんですよ。で、前からちょっと欲しいなと思ってたから。うん、もう買っちゃおうっていうので、びっくりしました。買っちゃった。うん、買っちゃいましたね。うん、色もね、これシルバーの色なんだよね。うん、いい色だったね、やっぱり。いいよね、落ち着いてる色してる。もう一個さ、うん、グリーンのさ、うん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 、あの、あったでしょ、ザクのカラー。ザクカラーザクカラーでいいなって思ったけど、うん、それはなかったからね。なかったですね。赤とこれがちょうど置いてあって、電車で、新車でね、うん、おっって思って、だから買ったって感じ。 ね、赤は赤でシャーザクのカラー。そう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 。まあもうちょっとね、晴れた時に乗ってみたいね。ね、ちょ、秋なんでこれ乗りやすい季節だけど、私これで春もいいと思うんだよね。春、秋、良さそう。うん、良さそうだと思います。いや、まあ夏もいいんだろうけど。うん、夏ちょっとね。紅葉、これでいけるかな。いいね。これからの時期だから。でもちょっと寒くなってきてる。すごい寒くて、今日雨降ったから。すごい寒くて、もう大変。あれなんだけど。でも R25 で行こうかな。まあ迷えばいい。紅葉は。2つあるからね。うん。うん、あとここですね、あの、見てたけどやっぱり思った以上にこう幅が広いから、うんうん、荷物もいっぱい乗せられそうだし。でもそこにさ、タンデムシートつけて買い物とか行こうかなって思ってる。ねあ、あの前ね、コートさん、こう、私後ろね、うんうん、それもいいよね、タンデムもできるからね、うん、あるしね。まあ、あとは、うん、シフト、そうですね、クラッチがないから、ね、あれだけど、うん、そう、ちょっと乗った時もあれですよ、モルスのやつもあのエンジンかける時も普段ほら握るから、エンジンかける前にこうやってやって笑われますよ。ね、あとはシフトインジケーターっていう、あの、うん、123とか今どこに入ってるの、うん、あ、わかんない、うんうん、わかんないね。ニュートラルはライトがつくからわかるけど、でも別に僕必要ないからって思った。うん、私はそれがあるからディクさんを選んだんだけど、いや、今のバイクって大抵あるでしょ。うん、でもこれあんまあんまり気にしない。僕は気にしなかった、うん、それだったらいいんじゃないかな。うん、うん、あとは暗さね、ライト、ライトの暗さは、うん、ジクさんに比べたら暗い暗い、うん、
って言ってたんだけど、僕大さんが乗った時は暗いって感じなんでしょ。暗い、あの普段がジェクサが明るいから、うん、本当に明るいので暗いって思ったんだろうけど、うん、僕 R25 でハロゲンライト、うん、ちょっと前の型だからね、うん、で片目しかつかないじゃん、うん、ロービームの時は。あ、つかないつかない。だからそれに比べたらあんま変わんない。あ、感覚の問題。そう、普段明るいから暗いなって感じたけど、うん、普段もあんまり変わらないからそんなに気にならなかった。気にならない、全然気にならなかった。うん、よく、うん、あのなんだっけ、下につけるライトつける人もいるっていうのを今日お聞きしてきたんだけど、ちょっとフォグランプみたいなね。あ、そうそう、うん、だからそれつけてもいいかなとは思ってたけど、うん、まあ別にいらないかなっていう感じ、うん、僕の中では、うん、まあ、今の段階だね、今後乗ったら分かんないけど、ね、うん、やっぱもうちょっと明るい方がいいってなるかもしれないけど、うん、それはおいおい乗ってみた時のですね。そうそうそう、うん、そんな感じ。はい、でも慣れがね、あるなっていうのは分かりましたよ、やっぱりバイクによって。まあタイヤの太さが全然違うからね、うん、半分ぐらいだもんね。半分ぐらいだから、うん、スピード出すと多分安定しないんだと思う。うん、とことこ行く分には多分楽しいよね。全然だからバイパスとか、うん、そういうところ走んないで下道、うん、しか走んないんであればこっちの方がなんか取り回しが効くし、うん、乗り降り楽だしいいと思う。そう、ちょっと寝動かしてみたんですけど、うん、軽い、やっぱりね、楽だよね。すごい楽だと思いました。ただ幻のクラッチとかまだ慣れてない部分があるから、まあ、まだ乗りにくいなって思ってしまうよね。そうだね、うん、そう、いいよね。よかった、楽しいなと思いましたよ。これから乗るの楽しみだね。ねえ、ということで、うん、晴れたらどっか行きましょう。はい、はい、頑張ろう行こう。そうだね、はい、はい、という感じで今回は、我が家にジクサーじゃないよ、間違っちゃった我が家に CT125 ハンターカブが納車されたっていう動画でした ね、はい、ね、今後晴れたら、うん、じゃあ遊びに行きましょう。はい、この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやってます。概要欄の URL か男子チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。See you!